パーでしたっけ、これね、こういうターゲット、ホッパーホッパーペッパーバーンってこう打つと、はい、これ面白いんですよね、何にね打つと、これショットガンマッチでよく使われますよね。そうですね、まあ磁力がもう死んでると、だいぶいやーか、それ重たいんでね、あのエアガンだと倒れないからかなり硬くしてんじゃないですか。あー、ホッパーをね、あ、硬くしてるじゃない、柔らかくしてる、柔らかく、磁石があれかな、うん、死んじゃったのかなかもしれないね、磁力がだいぶ飛んじゃってますね。そうだね、ブライアン置いてきやがった、あ、自分のソウルだ、魂だって言ってるやつを置いてってあれだよね、ま、戻ってこねえから、なんでバッテリーを探すのにそんな時間かかるのか。これはあのね、ボブチャレです、初めてのお使い番外編よし、誰にもないしょで、あの、もう始まってますからボブチャレ、あの予告編みたいなもんです。予告編、デメ流、デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー、デメ流、毎週公開中、見てくれよな。説明しよう、普段はまるでさえないスノボ部はアイロンを装着することで突如として変貌し、やりやりイケイケの超チャラい男に変身してしまうのだ。その能力は解明されていないが、特殊ジャケットを着込み、肩にはボブソールの巨大ラジカセブライアン、胸元というか腹には木彫りのクマトミーが装着される。そう、彼の名はあのボブである。